ウィース、こんにちは、ある東大生実況者、シュンです。今回はですね、ドラゴンクエストタクトのゾーマのですね、まあ、才能開花、大体ほぼ、フルで終わったと言った感じですかね。まあ、一応この、常闇の衣はちょっとまだね、花が足りなかったんで、まあ、できてない、ところなんですけれども、まあ、主要な、部分っていうのは、まあ、かなり、なんだろうな、まあ、開花済みであるという状態なので、それで、ま、2時間ぐらいですね、ゾーマひたすら、触っていきました。で、まあ、その感想について、語っていこうかなというふうに思っております。それでは、早速やっていきましょう。で、まず、まあ、皆さんご存知の通り、HP が、ま、1208あって、呪文系ではめちゃくちゃ高いですね。で、まあ、37位ということで、で、MP が、560で9位。で、賢さが圧巻ですね。492で1位ということで、これなんと、まあ、賢さを盛りすると、まあ、僕の環境だと、601いくと。で、素早さも、まあ、482あるということで、うん、まあまあ、めちゃくちゃ早いってわけではないんですけど、まあ、めちゃくちゃ遅いというわけでもないみたいな、まあ、中途半端っちゃ中途半端ですね。はい。で、まあ、早速、ちょっとね、まあ、火力検証、まあ、普段はしないんですけど、ゾーマの場合はね、ちょっとね、やった方がいいかなと、いうふうに思うので、それ、やった後に、まあ、ちょっと実際にですね、2周年、パワーですかね。あれ、まあちょっとね、2時間ぐらい、ゾーマ縛りみたいな感じで、ゾーマ必ずパーティーに入れながらクリアするみたいなやったんですけど、まあほぼ全てですかね、一つでちょっとゾーマいらないなっていうところに抜いたとかあるんですけど、まあ他は、まあゾーマ入りでクリアできたんで、まあその時点でかなり強いかなというふうに思いますけれども、まあちょっとガンガン行こうぜ。まあ早いんで使っときますか。はい。まずは1回目の、サイコレクエムですね。まあ、特にバフは、まあ、正面テリーだけですかね。はい。まあ、乗ってるという状態で打つと、どのぐらい出るかといったら、プラス10で、1888サンド。で、これリーダー特性とか特に乗ってないですからね。だいたいこういう火力検証の時って、まあ、呪文威力プラス 15% とか乗せたりするんですけど、まあ、ゾーマーこれリーダーにしてるけど、ヒャド属性なんで、まあ、ゾーマーリーダーにする価値はないですね。はい。で、まあ、バフかけていこうかな。まあ、デバフはどうしようかな。まあ、いいかな。ということで、2ターン目ですね。偶数ターンにはゾーマが、強くなっていくので、まあ、どのぐらい、強くなるのかというのを見ていこうかなというふうに思います。賢さがね、これ上がると、すごい、威力が上がるんで、まあ、そういう意味では、これ賢さにすごい比例する特技なんじゃないかなと、サイコレクエムに対しては。まあ、つまり、突をする必要性がありそうな感じはしますね。ちょっと行ってみましょう。サイコレクエム2回目は、2915と。一気に1000ぐらい増えたな。で、まあ、これ、賢さの多分、上がり幅ですね。まあ、クリフトでバフかけたのと、っていうので上がってるので、まあ、なんか、まあ、所感としては、賢さっていうのが、まあ、すごい、キーになってくるのかな、というふうには思いますね。まあ、なので、まあ、できるだけ、突した方が火力が出ると。で、できるだけ賢さ持った方が火力が出るというモンスターで、まあ、トンネラーとは真逆で、まあ、そこそこ、まあ、言い方すると、まあ、高級仕様みたいな言い方もできるかなというふうには思いますね。はい。で、最後ですね。まあ、賢さが、3段階と呪文威力が3段階上がった状態ですね。はい。で、賢さ807と、素晴らしいね。はい。じゃあ、打っていきましょう。飛ばしちゃったけど、3187と、いうことで、はい。まあ、賢さが、まあ、15% 上がると、だいたい威力が、2900から3100ということには200ぐらい上がってるということを考えたら、まあ、かなり、威力としては出るのかなというふうには思いますね。実際にはここまでバフってのはかけないですので、まあ、1500、1800ぐらいだというふうに、まあ、捉えるべきなんじゃないかなというふうに思います。セカンドアニバね、意外とね、めっちゃ簡単なんだよね。まあ、まだちょっと41までしかやってないんですけど、まあ、生放送で、こっから、まあ、難しくなってきたんで、ちょっとやっていこうかなっていう風には思ってるんですけれども、まあ、スライムこう可愛いな。41巻ですね。はい。ちょっと、パーティー雑に組んだので、使っていこうかなと。ちょっとね、HP 持っていいかな。ジャミラスがね、いるんでね。HP もね、なんかね、まあ、耐久低いみたいなね、まあ、ゾーマ開花前言われてたんですけど、1600近くいくって、これ耐久めちゃくちゃ高くないですか？で、HP これね、まあ、30% 軽減。まあ、僕はちょっと都会目の頃まだつけれてないんだけど、まあ、30% 軽減これ、乗せれますから、そう考えたら、すごい使いやすいかなというふうに思います。まあ、ここからは、まあ、2時間使った感想なんですけど、まあ、ゾーマの強いところってのは、まあ、無凸でも、この最低限の仕事はすると。まあ、最低限の仕事って何と言われたら、サイコレクイエムを、ま、高射程で撃つというのだったり、まあ、イテスク波動で、その、敵のデバフをかける、みたいな。まあ、そういう仕事ができるんで、まあ、やっぱ、まあ、評価せざるを得ないかな、っていうふうには思いますかね。はい。すごい、使いやすいです。はい。で、あとは、まあ、やっぱ耐久が低いっていうのがね、
低いというか、まあ、低くはないんだけど、なんていうか、守備力が低いって言った方がいいのか、耐久が低いってより。守備力が低いのがかなりネックにはなってくるような気がすると。まあ、ただ、まあ、無属性の呪文としては、この最高、名前忘れちゃった、最高なんだっけ、最高なんちゃらっていう技。サイコレクイエムだ。サイコレクイエムの威力ってのは、まあ本当に破格なので、まあ、ここでね、例えば、ガッてこう、イピスカハートを使って、バギーフォースなくしてもいいし、まあ適当にね、サイコレクイエムのこういう形で、まあ打ってもいいということで、はい。まあ1128と。ということで、かなり、これ使いやすいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、ここはちょっと、大ダメージ与えていきましょうか。上。ナイスかわし。で、これね、倒せるかな、わかんないな、どうしようかな。ピサロこれフンヌ入ってるんでいけるか。フンヌは最強。で、微妙だな。タクトあるある。やることがね。で、まあ、グレンの魔剣で、しっかりと、軽く出していきましょう。で、まあ、ここはですね、ほっとくと、まあ、どのステージもね、まあ、そういう嫌いはあるんですけど、ほっとくと、その、なんだろうな、火力がすごいどんどん、上がっていくわけですよ。まあ、攻撃力が上がったり、なんか、賢さが上がったり、みたいな感じで、バフが入っていくので、まあ、結構しんどいんですよね。で、それを、なんか、なんだ、凍てつく波動とかで、まあ、無効化して、で、石段のね、これ4体いるから、まあ、多分、その、梅が、まあ、気使ったというか、なんというかっていう感じなんだろうけど、まあ、1段の間に、まあ、なんて言えばいいんだろうな、1段だけ、こう、バフをかけるターンみたいなのあるみたいな感じなんで、まあ、そういう意味では、凍てつく波動というか、まあ、ゾーマを役立たせるためだけに、なんか、作られたステージ、みたいな、ゾーマ接待ステージかな、というふうに思うし、で、凍てつく波動ほんと便利で、相手のバフ、マジでさ、要するに、ま、もともとね、相手のステータスってかなり高めに設定されてるんで、これ、例えば賢さ3段階上がったら999とか平気でいきますから、で、まあ、そんなの、勝ちようがないみたいなのって結構あるじゃないですか。まあ、だからこそ、なんか主流としては、そういった、ま、バフがかかる前に、ま、敵を倒すみたいなのが主流だったりするんですけど、いてつかとあれば、バフかかったターン、バフかかったターンに大体攻撃してこないんで、バフかかった次のターンから本気出してもう死ぬみたいな状態なんですけど、それが一切ないっていうのが、マジで、使いやすいかなっていう風に、まあ使ってて思いましたね。本当に、まあ雑に使えるモンスターって全然いないんでね、そういうところがすごいいいかなっていう風に思いましたね。はい。で、ね、一方で、まあ、ゾーマ使ってたらわかるんですけど、まあ弱いところってのも全くないかって言ってやっぱあるわけですよ。で、まあどこら辺が弱いかって言ったら、まあやっぱ防御力の低さですかね。はい。まあちょっと今回も見ていきたいんですが、防御力ほんと低い。見ていくと、まあ、貫突でこれ多分守備持ってるよね。持ってて374だから。マジで低いから。で、凍てつく波動の時は、やっぱ前出る必要性があるんですよね。まあ、他の呪文アタッカーとかだったら別に前に出なくてもいいじゃんって思うかもしれないけど、凍てつく波動持ってるんで、まあ、前にどうしてもその出ざるを得ないっていうところが、かなり、ネックになってくるかなっていう風に思いますね。で、加えてですね、新技が強いんだけど、その旧技、まあ、要するに、何て言うかな。滅びの氷塊とサイコキャンって、これ賢さ上限が500から600ぐらいしかない。645かな、マックスで。っていう状態なんですよね。で、これゾーマンほっとけば、さっきのね、少年テリーだとかなんだとかっていう風にやったのと、同じ通りですね。賢さがこれ2段階と、呪文威力2段階という感じでバフがかかっていきますと。で、賢さがこれ661あるでしょ。で、もこれ滅びの氷塊とサイコキャン両方とももう、なんか、引っかかっちゃってるんですよね。で、まあ、なんで、サイコレクイエムの方が、多分賢さあと1段階上がったらサイコレクイエムの方が軽く出るかな、みたいなとこが多いし、まあ、正直これもあんま変わんないでしょ。っていう状態なんで、それがね、かなりしんどいですね。で、例えばこれ敵が、まあ、なんだ、すごい強くなって、ちょっと、あれだな、デスカードの時長押しできないな。まあ、守備力875、賢さ751、99ターンみたいな感じで、まあ、これで、火力がですね、これ、ゾーマいなかったら、マジで、全然これダメージ食らわないんで、ゼロみたいな、ゼロとは言わないけど、200とか300ぐらいしか食らわなくて、全然、めちゃくちゃグダって、一瞬で殺されるみたいな、もう本気出したらマジでやばいんですよね。でもこれ、凍てつく波動あれば、これで、ま、選択して選ぶとすれば、凍てつく波動でバフなかったことにできるんで、1ターンかけてバフしたのに、それを、ゾーマが効果するってなるんで、他の仲間攻撃できるんで、アドでしかないんですよね。でしかも範囲広いですから、まあ別にね、ゾーマ以外というか、まあ今回は無道だけですけど、無道以外の敵にもかけれるので、本当に、ただただ、使いやすいなというふうに思いますね。はい。雑に使えるモンスターってあんまいないんで、で呪文キャラだと特に多分今までいなかったんで、まあ呪文キャラで初の、
まあ、うん、そうだね。ビアンカとかも雑に使えたじゃんって思うかもしれないけど、あれ身代わり使えないと厳しかったから。まあ、そういう意味ではゾーマ一応ね、HP は1500ぐらいいくんで、そういうところは偉いかなっていうふうには思いますね。はい。で、ただですね、まあ、先ほど見た通りスロースターターでしたよね。だから最初のジャミラスとか結構倒すのに、なんか、まあ、ゾーマがいるせいでってあれだけど、苦戦したということで、そこら辺でやっぱ立ち回りとかは考えていく必要性があると。汎用性高いですけれども、序盤に軽く出せるってわけじゃなくて、中盤終盤に、約2000とか3000とかっていう風に出していくんで、まあ、そこまでの、耐久っていうのが結構大事になってくるのかなと使ってみた感じ思いましたね。はい。まあ、ただ、まあ、ゾーマの評価としてはですね、個人的には、まあ、どのぐらいの位置に当たるかと、言えば、ですね、結構前に S ランク評価をしていたような気がするんだけど、あれどこ行ったっけ？ちょっと探すのめんどくさいな。ですね、まあ、なんて言えばいいんだろうね。まあ、あ、これだ。はいはいはい。ちょっと見えづらいと思うから、全画面表示しましょうかね。はい。こんな感じで、でゲーム画面邪魔で、まあ、こういう感じですけれども、個人的にはね、トンネラもクソ強いんだよな。まあ、ビアンカクラスかな？迷うけどね。ビアンカクラスだと思いますね。あと、なんか敵としてダイスラが出たところとかもあったんですけど、サイコキャノンすれば、サイコレクイエムか。マジでワンパンできたんで、まあ、まだ戦闘力そんな高くなかったからかもしれないけど、まあ、一応そのね、高難易度のボスの、やつを、まあ、サイコレクイエムで4、5体巻き込めばワンパンできるレベルで強いと。そのぐらいは軽く出ると。600×4×5 ぐらい出て、2200ぐらいの HP の、やつ倒してたんで、やっぱ、強いですよ。ゾーマに関しては。っていう風には思いますね。はい。まあ、なので、個人的には、そのなんか、やっぱり耐久ができないというところはネックになってくるけど、それでも強いのは間違いないかなという風に思いますね。はい。ということで、まあ、結構ね、まあ、初心者向きなような気がするというか、少なくとも神竜無凸、ゾーマ無凸だったらゾーマの方が強いと。まあ、関東としたら神竜になるかもしれないけど、うん、っていうところのレベルにはあると思うので、まあ、結構、育成は、まあ、おすすめっちゃおすすめですね。ただ、枝と花多分そんな足りてないと思うんで、うん、まあまあ、枝と花ね、課金で課金するなり、あるいはまあね、開花の扉頑張るなりで、使ってみると、すごい、プラスになるんじゃないかなと。いうふうに思いましたね。はい。ただまあ、勇者ロットクラスかと言われたら、そうでもないと。は言っておくのかな。うん。まあ、勇者ロットよりは、やっぱ勇者ロットが強すぎるってのもあるけど。同じ S ランクでも勇者、ちょっと勇者ロットぶち抜けてるから、頭おかしいから、こいつ。っていう感じかな。まあ、それでも強いのは間違いないですね。まあ、ドレアムとかよりは強いというふうに思いましたね。はい。ということで、今回の動画は、まあ、ここで終わりますね。はい。まあ、今後もドラクエタクトに関するですね、攻略動画みたいなものを、まあ、自分で、実際にプレイした感想を、まあ、皆さんにお届けしようというふうに考えておりますので、今回の動画が、なるほどなと、役に立ったなと思った方は、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。